この商品できるかなということで作ってもらいます。でそこで今度は商品、こんな商品考えましたっていう商品企画書で、食品を扱う場合には作り方、レシピですね、これを一緒に提出していただきます。業界と表彰式というものがあります。この表彰式というのは、こちらですね。商品を売るっていうことはただ作るだけではダメだと、ね、そこにお客さんに買ってもらうためのちょっとした工夫が必要なんだよっていうのを今のビデオで感じていただけたらいいかなというふうに思います。じゃあまず君たちには会社を作ってもらいます。はい、チョコレート、これちょっとバナナ、バナナ、はい、バナナ、あとはチョコ、あとは適当すぎる。あ、ごめん、誰買ってみて。あ、別にいいよ。笑顔。それでいくない？はい、ええ笑顔として。で、届けます。はい、なめんどくさいから。届け合わせて届けます。で、ホリを届けます。うん。お。次は。みんなの意見などを参考にして、頑張っていきたいです。と社長代理です。代理とみんなと協力して楽しい会社作りをしていきたいと思います。聞いてワクワクしてきた大変だなと思った、うん、でも大変でも最後にみんな頑張れば、うん、楽しくなるからね、頑張ってね。はい、はい、お疲れ様、ありがとうございました。なんかじゃあ明るくて楽しい、明るくて楽しくて協力できて目標すぎる。お客様に喜んでもらえるような会社。はい、いや、18時2時、あ2時、なんか出てきそうなもの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